兵隊の詩、渡辺恩。楽しい春の日であった。花盛りなるその広い原っぱの真ん中に、カーキ色の新しい軍服を着た一人の兵隊が、赤い毛布を敷いて大の字のように寝ていた。兵隊は鼻の蚊にむせびながら口笛を吹いた。なんという素晴らしい日曜日を兵隊は見つけたものであろう。兵隊は町へ活動写真を見に行く小遣い銭を持っていなかったので、仕方がなく初めてこの原っぱへ来てみたのだった。兵隊は人生の喜びのありかがやっとわかったような気がした。兵隊はふと病気にかかっているのではないかと思った。兵隊の額の上にはホリゾントの青空のごとく青々と物静かな大空があった。兵隊はいつしか口笛を忘れて、うっとりとあの青空に見惚れた。兵隊は青空のみずみずしい横っ腹へ一発鉄砲を打ち込んでやりたい情欲に似た欲望を感じたのだ。ああ、一体それはどういうことなのだ。兵隊は連隊切っての射撃の名手であった。兵隊は鉄砲を取り上げると仰向けに寝たまま額の真上の空に狙いをつけて、ズドンと打ち放した。すると弾丸は高く高く遥かなる空の深みへ消えていった。兵隊はやはり寝たまま鉄砲を捨てて、そして手近な花を摘んで胸に抱いた。それからさて兵隊はすやすやと眠った。何分か経つと、果たして兵隊の優れた射撃によって打ち上げられた弾丸は、少しの放物線をも描くことなしに、天から落下してきて、兵隊の額の真ん中を打ち抜いた。それで、花を抱いて眠っていた兵隊は死んでしまった。シャーロック・ホームズがメガネをかけて兵隊の死因を調べに来たのだが、この19世紀の古風な探偵の持つ観察と推理とは、兵隊の心に宿っていたところの最も近代的なる一つの要素を検出し得るべくもなかったので、探偵は頭をかいて同枠したという。